メルロー、またはメルローは、フランスのボルドーを原産地とする赤ワイン用ブドウ品種である。同じボルドーの代表的なブドウ品種である、カベルネソービニョンに比べると、色はやや朱色を帯びており、香りは、カベルネソービニョンが、バイオレットやブルーベリーのような、フローラルな香りがするのに対し、メルローは、プルーンのような、熟した黒い果物の香りがすると言われている。 味はカベルネソービニョンほど酸味やタンニンは強くなく、芳醇でまろやかな味わいである。ボルドーではジロンド川ガ,ガン地区のメドックやグラーブなどがカベルネソービニョン主体なのに対し、ドルドーニガワウガンのサンテメリオン、ボムロルなどではメルローが主体になっている。これはメルローが比較的重い石灰質の土壌を好むためでサガン地区でも土が比較的重いところでは メルローを多くブレンドするシャトーもある。ボルドーを取り囲むアキテーヌのドルドーニュ県や、ロットイコールエイコールガロンヌ県では、メルローや、カベルネソービニョンを使った、ボルドーと似たタイプのワインが作られている。一方、南部のラングドックルシオンで、1980年前後からバンドペイクラスのワインでメルローを使った、セパージュワインが多く作られるようになり、中には、ボルドーのシャトーものに負けない。 優れたものもある。ベネト州などで、イグッと企画のワインが多く作られている。日本は高温多湿な気候条件のため、カベルネソビニョンやピノノワールは作りにくいのに対し、メルローは日本の気候にあっており、山梨県や長野県などで、メルローによる優れたワインが作られている。長野県では、塩尻式境が原地区などで、シャトーメルシャンといったワイナリーが存在する。 ありがとうございます。